12月22日、愛南町立長月小学校で食育推進大会が開催されました。これは愛南町食育推進計画、愛南食育プランの一環で毎年開催されているもので、今回で10回目となります。ライフスタイルや価値観、また家族形態の多様化によりまして、食を取り巻く環境が大きく変化をしてきております。その中でも皆様ご承知の通り、全国的に食品ロスが大きな問題となっております。平成28年度には年間でですね、643万トンと大変な食品が食べられずにですね、廃棄されているというようなデータが出ております。このような背景から10月には食品ロスの削減の推進に関する法律が施行されまして、食品ロス削減への取り組みが求められておるところであります。今回は平成30年度と令和元年度の2カ年にわたり、愛南町教育委員会から学校を中心とした食育推進事業の指定を受けている長月小学校で開催されました。会ではまず長月小学校食育推進事業成果発表として、子どもたちや先生がこの2年間の取り組みなどについて発表を行いました。また食育講演として千葉県の和洋女子大学多賀正樹准教授が、未来へつなぐ食のネットワーク、生活リズムの食育と題して講演を行いました。また会場内では長月小学校の児童が育てた野菜やお米を使ったしし汁やおにぎりも振る舞われました。